いやー、斉藤の100切りプロジェクトですね、第2弾。ちょっとあれから時間経ったんですけども、前回まあ打ちっぱなしをただひたすら打つという、で今日もまだ打ちっぱなしをひたすら打つということで、前回ですね、動画上げたところ、まあ皆さんからいろいろご指摘のやつをいただいて、一番言われたのがですね、こうテイクバックの時に頭が下がると。まあ僕も動画で見たらびっくりしたんですけど、本当にね、こうなって打つ時にこうなるから、トップしたりとか定まってないと、本当にあの言われるまで気づかなかったんです。頭はそのままこの時に下がってましたんで、それを注意しながら打ちたいと思います。頭を動かさないことでゴルフの世界が変わるっていうコメントもいただきましたんで、今日もまあ、7番、ウッドドライバーと打っていきたいと思います。でまず7番から、打ちたいと思いますですね。じゃあ頭に気をつけて、腕に力入りすぎっていうのがあったんで、今もう一打打っただけで右がグルンってなってるんで、ちょっと力です。調子いいですね。頭下がってないでしょ。そして、ここ最近の癖である、昔はもうとにかくスライス、何やってもスライス、右に行ってスライスだったんですけど、最近左に行く気配がどんどんしてるんですね。多分いろんな人が言うには、腕が先に回ってる、もう元々左に出ちゃったんですけど、またコメントでいただいた左の壁ので改善されてきたということで、とりあえず、続いてユーティリティを続いてやと思います。さあ、ということで続いてですね、こちらのウッド、まあ、5番ウッドですね。これこそあのちょっと長くなってヘッドダウンヘッドアップするっていうのをご指摘いただいたんで、まあ、あの気をつけながら、打ちたいと思います。見ました。力抜いて無双点。
無心力入りましたね、今入ってましたね、チッてなったんでしょ、力が入るとペンショットが出るんで、力が入る、今2分12です。うわいいっすね、今3分20です。3連続できます。最後だけ。無念だ。未熟なり。次、ドライバー行きたいと思います。さあ、ラストドライバーなんですけども、結構ドライバーいろんなご意見いただいて、あのもうちょい短いの持てとか、足が届いてるとか、だから僕はそのドライバーだけはもう本当にこれね、良くないですよ。下流で横振り、でんでん太鼓打法、縦の軸は合わせるの難しいけど、野球みたいに横振りしちゃえばミスは少ないっていう、もうそっちのまあ茨の道っていうかね、そっちを選んじゃ邪道という邪道なんですよ。もうそこは変えれないということで、もうドライバーに関してはその電電太鼓打法の精度を上げていくということで、このビニャビニャのシャフトで、そうなんです。もうゴルフ好きの方からしたらふざけた打ち方なんですけど、すいません、自分の人生なんで。これが全然大丈夫だ。
ということで、まあちょっといずれは変えなきゃなと思ってるんですけど、でんでん大根とりあえずはまあこれでしのぐしかないって。次はですね、ちょっとしたコースに行って、100切りに向けてまた頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ともにチャンネル登録よろしくお願いします。あでした。チャンネル登録お願いします。